大阪コミコン2024始まりますよ、ね、お越しいただき本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さん盛り上がってますか？いいよ。いや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 、後ろでね、うん、スターの皆さんスタンバってますから。そうよ、聞こえてます。聞こえませんので、うん、もう一度よろしくお願いいたします。皆さん盛り上がってますか？うん、気持ちいい ね、 ね、多分聞こえました今。はい、今多分聞こえました。はい、今回も MC を2人で、はい、夫婦で、はいはい、やらせていただきます、はい、リリコと申します。はい、同じく夫の小田井良平と申します。よろしくお願いいたします。前回もね、はいはい、東京コミコンで、ね、うん、2人でやったんだけれども、 そうですね、まあ、それまで、はい、もちろんもうね、フィギュア大好きなみんなは多分知ってるよね、お題がフィギュア。まあだから、まあ言ってみれば皆さんにとってのイベントでもあるんですけど、僕にとってのイベントでもあるという場所でございますからでも大阪の皆さんにとって、はい、もちろんね、遠くからいらっしゃってる方もいっぱいいると思うけど、はいはいはい、ほら、王様のブランチってないから、放送してないから大阪。私はこっちはね、はい、王様のブランチというね、はい、映画コーナーを担当していまして、なので、ほうほうほう、映画の人リリコと、うん、まあコミックとかそういうのが大好きなまあまあまあね、はい、お題という夫婦なので、はい、今回もいや、だから今回だから参加してる皆さんもいろんなものを楽しみにされてると思うんですね、うん、もちろんゲストの皆さんの素晴らしいトークもそうですけれども、やっぱりイベントですから、これ会場限定グッズもあれば、そちらのね、袖の方にも素敵な展示もたくさんあったりとかですね、あとはコスプレイヤーの皆さんがですね、素敵な衣装を着てですね、歩いてる方もいますから、一緒に写真なんか撮ったりして ね、そう、もちろんセレブの皆さんともね、はい、券を買ってればそうです、はい、はい、写真が撮れますのでね、ぜひぜひ。私は相変わらず BE:FIRST のレオ君にジョーカーの T シャツを買ってこいと言われた。それだけそれは俗に言うただのパシリです、ね、パシリになってしまってます、いつもさあ、それでは、はいはい、まあ、東京コミコンからはまだ5ヶ月しか経ってないから ね、うん、ね、あっという間でした、はい、けれども、はい、今回の大阪コミコン2024も盛り上げていきたいと思います、うんうん、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、それでは、はいはい、オープニングセレモニー進めていきたいと思います。早速参りましょう。はい、はじめに大阪コミコン2024の PR 大使をご紹介いたします。 NMB48 の皆さんです。ありがとうございます。去年に引き続き PR 大使を務めさせていただく NMB48 です。ありがとうございます。私たち大阪を拠点とするグループとして、大阪にこんなに好きの気持ちが集まる場にポップカルチャーの一つとして参加させていただけることがすごく光栄です。 PR 大使として SNS を通じてハッシュタグ大阪コミコンで皆さんと一緒にコミコンの輪を広げていけたらと思います。皆さんにとって最高の3日間になることを祈っております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。せっかくですので、お一人ずつ自己紹介をお願いします。はい、NMB48 の坂田美咲です。よろしくお願いします。城西玲です。よろしくお願いします。阿部若菜です。よろしくお願いします。はい、川上千尋です。よろしくお願いします。はい、塩月ケイトです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ね、会期中はですね、スペシャルライブのほかですね、PR 大使としてのさまざまな活動が予定されているそうでございますので、ぜひとも一緒にこの大阪コミコン盛り上げてまいりましょう。よろしくお願いします、はい、お願いいたします。お願いします。さあ、続いては、はい、大阪コミコン2024のアンバサダーを紹介します。それでは参りましょう。斉藤匠さんです、ようこそお越しいただきました。はい、
アンバサダーを務めさせていただきますディーン・フジオカと申します。あ、すみません、ちょっと緊張しすぎて名前間違えました。NMB48 しょ、あ、すみません、斉藤匠と申します。間違えた割にはしっかり間違えましたね。本当にしっかり間違えましたね。間違いの練習をしてました。間違いの練習よろしくお願いします。どうですか、この会場の雰囲気と今回の意気込みを。噂には聞いてましたが、ものすごい熱気で、僕もそうですし、皆さんもそうだし、セレブの方もそうだと思うんですけど、かつてみんな映画少年、映画少女、ポップカルチャーに、人生を彩ってもらった、僕なんかもそれで映画のそばに、どうしたらこうたどり着けるのかと思って、現在があります。そんな童心に戻って皆さんとポップカルチャー、映画、夢を共有する3日間、最高の3日間にしたいなと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。もう匠くんは ね、もう映画全般に本当に詳しくて、でもないです。よく、はい、一緒にね、はい、いろんなことをっていうか、いろいろやらせていただいております。ちょっとカルト寄りなんで、はい、ちょっと心配ですけどね。はい、さあそんなですね、はい、アンバサダーの斉藤さんにですね、その映画の愛をたっぷりと込めた開催宣言をお願いいたします。それでは、開催宣言します。大阪コミコン2024開幕します。ありがとうございます。さあご来場の皆さんもね、はい、この3日間大いに楽しんでいただきたいなと、はい、思っています。はい、そして斉藤さんにですね、大いに大阪コミコン楽しんでもらいたいと思いますんで、はい、楽しんで帰ってください。さあいよいよ大阪コミコン2024のために、ほう、来日をしてくれました、はい、セレブの皆さん後ろでね、スタンバっております。みんな心の準備はよろしいですか？いいですね。はい、それでは盛大な拍手でお迎えください。まず最初にご登場いただくのはこの方です。毎度 Good to see everyone. It's good to be back. 今年も楽しみましょう。 Woo! And up. さあ続きましてのご登場はこの方です。にテンションが上がりました。続いてのご登場はこの方です。登場はこの方です。
元気大阪おきに Thank you. さあ、おきにが飛び出したところで続いてまいりましょう。この方です。大阪に来れてとても嬉しいです。A pleasure to see you. Thank you for having me. 皆さんに会えて嬉しいです、ね、会場も嬉しいです、続いてはこの方です。完璧な発音、ね、しかもものすごい丁寧語、ね、はい、続きましてはこの方でございます。What's up? Hello, Osaka. Konnichiwa. Go. Thank you and welcome. はい、続きましてはこの方。Konnichiwa, Osaka. That's a lot of you. We promise to try, we do our very best to see all of you, but it's going to be a little fast. Sorry about that already. はい、皆さんに会えるようにベストを尽くしてやっていきますが、今日はちょっとクイックかもしれません。はい、指ハートが飛び出しましたよ。Yep. さあ、続きましてこの方。ここにいられて嬉しい。ありがとうございました。こんにちは。こんにちは。Thank you。はい。そしていよいよ最後に登場する方はこの方です。Great Scott! Thank you!
さあ、はい、揃いましたねえ。いやこれだけ豪華なゲストの皆さん、うん、一度に ね見られるのなか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 ないです。そして会場のボルテージも一気に上がりましたから、はい、いやー、はい、興奮です。うん、さあここからいろんな準備に、はい、かかりたいと思いますが、はい、皆さんもねこの大阪コミコン2024をスタートするためには、はいはい、うん、すごく大事な、そうです、なんていうのかな、セレモニーっていうのかな、はい、まあ、いわゆる、はい、日本に来ていただきましての、はい、ウェルカムはやっぱりこれでしょうということでございます、ね、今準備をしていただいておりますが、はい、斉藤さん、あ、ど斉藤さん、あれ、たくみくん、はい、一番踏みますどうですか、ちょっとなんか胸いっぱいになっちゃいますね。ねえ、そうなのよね、なんか非現実的です。いや多分今までもたくみくんいろんなね、まあ、セレブのインタビューはしたことはあると思うけど、うん、一度にねこんなにたくさんが、はい、ちょっと眩しすぎますね。そうね、私も東京コミコンで初めて、まあ、はい、ほとんどみんなにお会いしたことあるけど、はい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 、一度にね、うん、あの集まるっていうのがなかなかないし、ないですよね、またここならではの表情だったりとかがね、はい、見られますからね。そうですね、でも帰って来られた方は多いじゃないですか。そう、だからやっぱ皆さんのおかげですよね。それは会場にいる皆さんが、はい、このウェルカムなオーラを出してくれるから皆さん帰ってきてくれるんだなと。そう、ね、そう、心の声が届きましたよ、はい、皆さんの声が、はい、2回目のね、はい、大阪コミコン皆さんのおかげです、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。そうそう、さあ樽が用意されました、ね、ちょっと今ちょっとね、あの、はい、日本の古式ゆかしやり方を説明していくところでございます。しばらくお待ちくださいよ。私もなかなかね、こういうのはあまり経験がないんですけれども。 NMB の皆さんはどうですか、はい、セレブの皆さん前にしまして、やっぱこうして並んでも、はい、なんか本当に同じ世界線にいるのかどうかわからないぐらいの、ねね、このセレブの皆さんがハッピーを着ているという現実が、そうですよね、いやタルの、ね、ところに立ってるっていうね、セレブの皆さんやっぱサービス精神が旺盛ですから、はい、ね、このハッピーを着る瞬間が一番のね、うん、結構みんなボケてくれるのよね、はい、なかなかねスッとあの来てくださらないというのがまた客席から笑いが起こるたびに、あ、なんかなんかやってるなっていう、そうそうそう、あの二人がずっと戦ってくれてますもん、はい、木槌で、いやいいね、ハッピーをねぜひいいね、マイティーソーの世界観で戦っていただいております、ね、どうでしょう、そうですよ、ハンマーでみんなに、あ、みんなにではないんですね、いや1本ずつあるはず、1個ずつあります。そこにね、あのカメラ置いちゃうとお酒のそうですね、あとあとね水没しますね、これは。そうですね、そこはね、ちょっと一回係の方がね、はい、置きやすい高さではあるんですけどね、そこはかとなくね、カメラ酒に入るカメラになってしまう、カメラさあどうでしょうか、どうやって、でも今日のセレブの皆さんは、ええ、武器を持たせるとやばい方ですね。やばそうですね、なんかこう戦いのお色がさあ準備の方はどうでしょうか、大丈夫でしょうか。 Do you have your own hammer? Does everybody have? もう今ね、このなんだろうっていう感じで今、ね、はい、ちょっとタッチしていただいてるんですけれども。 Yes, please, over here. みんなハンマー持ってますか？ You have your hammers?これでも春ですけど、会場の皆さんも下手したら今年初めての鏡開きというかね、まあ、あのそういう方いますよね、多分ね、はい、ちょっとモリソンさん、あの手でやろうとしてるっていうところがちょっと、ね、はい、手刀で行こうとしてましたね、はい、さあ大阪コミコン2024の成功を記念して、はい、鏡開きを行いたいと思います、はい、説明をしてあげてください。わかりました、皆さん準備のほどはよろしいでしょうか。よいしょよいしょよいしょの3回で叩くんですが、3回目でバーンと叩いていただければと思います。 On the third, right? で、すみません、会場の皆さんにもお願いがございます。僕と一緒に、僕がせーのと言いましたら、よいしょよいしょよいしょで掛け声をお願いします。ぜひ一緒に、掛け声だけじゃなくて、なんなら
叩くマイムもお願いいたします。いいね、そうするとあのセレブの皆さんも分かりやすいかなということでございますので、うん、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは参りましょう。参りましょうかね。大阪コミコン2024が大盛況となりますことと、本日お越しの皆さんのますますのご多幸ご多幸ご健勝 を記念いたしまし て、せーの、よいしょよいしょよいしょ。いや、素晴らしいです。見事に鏡が開かれました。ありがとうございます。さあ、会場の皆さんもご協力ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、引き続きましてですね、フォトセッションをここで行いたいと思います。Thank you very much. Now we have two poses for the photo session for the media. So remain holding your hammer and the barrel. We have a photo with barrel in the front and a hammer in your hands. So please pose as if you're hitting the barrel once again. Just one pose, just one pose. Are you all right? As if you're hitting the barrel right now. はい、ではメディアの皆様お取りください。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 いかがでしょうか。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 では、はい、一旦終わります。一旦終わります。Thank you very much. And we have another pose without the barrel and without the hammer. 係の方、それでは、酒だるとハンマーをお片付けください。お願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、それではみんなにちょっと寄ってもらうということですよね。ちょっとくっついてもらいましょう。Mr. Lloyd, please stand in the center of the stage. And そしてステージ上でですね、記念撮影が始まっております。皆さんも、はい、言われるかもなく会場もしかしたらね、Come close to Mr. Lloyd. 皆さんのね、インスタとかにね、上がるかもしれない。Come close to Mr. Lloyd. Thank you very much. いかがでしょうか。オフィシャルさん、いかがでしょうか。大丈夫ですか。もうちょっと前に出てきた方がよろしいですか。はい、We now have a photo call from the center.Please look at the center of the camera. Please look at the center of the camera. Thank you very much. 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 お後ろの方お座りください。お座りください。Now please look at your right hand side. There's the camera on your right hand side. 下手のカメラの方手を振りください。下手のカメラの方手を振りください。Please look at your right hand side. Thank you very much.Now please turn to your left hand side. 上手の方ではカメラを手を振りください。上手のお客様手を振りください。ありがとうございます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 。And there's a TV crew right below the spotlight, all the way down the theater. Please wave at the TV camera. Big wave, thank you. With or without your hammer, please have a big wave for Osaka. いかがでしょうか。MV の方いかがでしょうか。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 それでは最後にまたセンターカメラに戻ります。Now the last photo call, photo shoot for the center camera again. This is will be the last one. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much. よろしいでしょうか。That'll be all. Thank you very much for your cooperation. Thank you very much. さあ、以上オープニングセレモニー。はい、行わせていただきました。はい、セレブゲストの皆さん、そして NMB48 の皆さん、そしてアンバサダーの斉藤匠さん、ありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手でお送りください。 Thank you very much. Thank you. すごいね、もうオープニングからこんなに盛り上がったら3日間どうなるんだろうっていう感じでございますけども、いや皆さんやっぱりすごいな。すごいね、スターの携帯に皆さんが残るかもしれないというメモリー、ね、皆さん映ってます。一回外して多分また3時頃にわー Thank you very much. Thank you very much. Thank you. まあここからね3日間、はい、うん、今スタートしましたから、はい、トークショーなどいろんなね、はい、イベントがありますので、はい、皆さん、楽しんでください、はい、この後は、15時からは15時からですね、はいはい、セレブステージを予定していますので、またぜひその時間になりましたらお越しください。はい、はい、
それではそれまで、はい、大阪コミコン2024楽しんでください、ね、たっぷり楽しんでください、はい、ありがとうございました。 あと皆さんあれですよ、この週末3日間気温が相当上がるらしいですから、飲み物など飲んで暑さ対策を万全でやって楽しくお過ごしください。